はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、皆様お待たせいたしました。はい、結構ね、その呪術廻戦と最近鬼滅の刃、まあ最近だと上弦の鬼と、呪術廻戦というものをやっていたんですけど、そこのとこでもね、かなりっていうかね、そのまあリクエストがあったんですけど、鬼の王と、無惨も強くなってるはずなんですよ。まあなってるので、この二人 VS 呪術廻戦全員、前ね、昔やったことあるんですよ、確か。でもそれは確か国志望も入れてたかな、だと思うんですけど、無惨も鬼の王もすごい強くなっていて、で、呪術廻戦のキャラクターもすごい増えてるんですね。その頃は確か下等がまだ術式打てなかったりとか、まあそうだね、菅原の道政とかも出てなかったと思うので、で今回さすがに五条先生は厳しいので、スクナも今回は入れます。で、このメンバーですね、かなりガチです。はい、もう本当に菅原さんまで入れ出したからね。で、マコラと、まあ、伏黒当時もいるということで、まあ、このメンバー VS この2人ですね。でもちろん鬼の王と無惨を一緒に出すと、まあ、戦ってしまうので1体ずつになると思います。で、無惨の方が強いんですよ、確か鬼の王より。なので、鬼の王をまず、戦わせます。で、鬼の王がやられたら今度無惨という形ですね。はい、ということで、まあちょっとかなり、まあ長い戦いになるかなと思いますので、まず鬼の王出しましょう。こちらです。で、もちろん鬼の王は最初からこの状態、これだったら最初から日の神神楽打ってくれるので、では行きましょうか。まずどうしようか、まあナナミンとか、まあまずはやっぱりどうしても人間側、あ、長祖か、こうかな、になるね。で、呪霊こんな感じで、あとはまあ純不動じゃないけど、まあまあまあ、ダコン、花見、ゲト、菅原さんちょっと未知数だからこうしとくか。まあこんな感じでまず行きましょう。はい、では行きます。果たして皆さんどっちが勝つと思いますか？いや、楽しみで仕方ない、超テンション上がってる。ちなみに無惨は最初から第2形態で行きますね。さあ行きましょう。さあ、長祖 VS 鬼の、まずは鬼の。で、こっから、今これ水の呼吸、ああ、なりましたね。はい。これでも日の神、炭治郎になります。で、この長祖と、ここがすごい、あれかも。どれぐらいの仕様になるかもしれない。あ、こんぐらいなんだなっていう。いや、待って、全然くる、え ?4 しか食らってない。まあ、まだ長祖はね、術式もないからね、1個しか。で、しかも、まあ、かなり、特急といえども、かなり差はあると思うんだけど。さあ、そして、これは、スクナに5枚おろしにされた特急ですね。まあ、これも仕方ない。全然食らってない。さあ、ナナミ。待って、ちょっと待って。これは想像以上に、差がある。そんなに前やった時って、結構鬼の体力削られて、てか、結構早めにやられたと思うんだけど、やっぱり強くなってるわぜ。鬼のももちろんだけど、当たり前だけど。さあ、そして、映画で大活躍をおこつくんですね。まあでも、こっからちょっと本番みたいなところあるからね。うん。で、まあ、ちょっと待って、待って、これ、もしかして鬼の王一人で全員倒せるんじゃねえか。あれ?嘘でしょ?だいぶ食らってる、だいぶ食らってる。もうこれはちなみに今回間髪入れずにいきますね。鬼の王回復してしまうので。鬼の王は特に自己回復が強いので。おっと、これは乙骨くんもやられた。さあ、そしてダコンですね。ダコンはでもちょっと若干火力がないんだよね。ちょっとごめんなさい。鬼の自動回復してしまうので、ちょっと見えないくて申し訳ないんですけど、ちょっと、こちらも、今のうちに変えておきますね。ごめんなさい。多分、体力は後でちょっとお見せしますので。もう間髪入れずにやりたい。ごめんなさい。今ちょっと戦ってる最中にごめんな。真人、上後、これの、こうでいっか。オッケーオッケー。あー、おっと、ちょうど。さあ、そして花見。さあ、回復する前に戦う。まだ100しか食らわしてないが大丈夫かこれ。まあ、最悪、スクナと無惨が怠慢になればわからないんですよ。そこまで行けばまだわからない。でも確かスクナと無惨だと無惨の方が強かったので、無惨にその鬼の王を倒していかに無惨にちょっとダメージ与えられるか。だからこの特急たちが早めに鬼の王を倒すということをしないと勝ち目はかなりないかなと思います。いや、でも、こっから特急続くからね。で、伏黒当時もいて、マコラもいて、ジョーゴもいるから。うん、かなり強いと思うんだけどな。さあ、どうだ?さあ、まだしかし半分もいってないところだが、で、菅原さんがね、ほんと未知数なんよ。菅原さん、ほんとに、
このこういう戦う企画で多分姿を現したことないと思う。サバイバルでさ、うわーあそこに菅原いるみたいなことはあったと思うんだけど、それ以外ない。さあ、そしてそのままさ、初菅原さん戦うか。戦うね、ちゃんと。さあ菅原さんどうだ。菅原強い。わあー、やめてー、ステージが壊れちゃったー、やだー、あ、いやいや、ちょっと、でも頑張ってる。あ、強い。おっと、衝撃を出さした。菅原さん、さすがでござる。さあ、そして、いや、しかし、菅原さん、動けない。このまま、菅原さんが、やられてしまうのか。さあ、少し頑張った。菅原さん、頑張った。さあ、そして、伏黒当時はかなりもう、俊敏性にかけれてる。いいぞ。これ、今回、ちょっと、さすがに呪術を応援しますね。これ、負けてる方、僕、応援したい人間なので。おすごい、当時、すごい。いや、頑張ってる、すごいぞ。え、めっちゃ減らしてない。うわ、これは、いや、151まで行った。さあ、そして、挙式紫、ありがとうございます。僕、どうやら、おぉ領域点来たー、これは強いぞ。領域点が定数ダメージだからね、必ずダメージを与えることができる。で、問題は、上後で、鬼のを倒せば、マコラでなんとか、その、無残にある程度ダメージ与えて、そっから少なだね。さあ、このジョーグが鬼のを倒せるかどうか。それに結構かかってるかもしれない、これは。さあ、ここはもうがっつり応援さ、ごめんね。応援させてもらうね。この、呪術改正の方を。さあ、どうだジョーグいけ、頑張れ、ジョーグ倒せるのか。いや、いけそうじゃない、これ。ジョーグは126。126と鬼の王は残り11、5、3、とまだ耐える。いや、これはジョーグがやられた。さあ、しかしマコラがここで鬼の王を倒すは、いや、まだ耐える。鬼の王耐えた、すごい耐えたね、マコラ。いや、320が回復してる。回復、ごめん、いきます。さあ、そして無惨、これは、いや、どうだろうな。無惨と宿儺の戦いにはもちろんなると思うんだけど、マコラがどんだけ無惨の体力減らすか。100ぐらいは減らしてほしいぞ、これ。で、無惨が、宿儺が無惨に勝つ方法は、多分領域展開を2回ぐらいすれば、勝てる。さあ、最後、これはどうなる。領域展開早めに、宿儺、領域展開を早めに打ってくれ。お願い、頼む。いつものように。ほら、いつも僕と戦うときすぐ領域展開打つじゃん。あれ、ちょっと待って、少な、おい、領域展開打ってくれ、少な、領域展開だ、早く、ボーンって、無音になって、福豆寿司を打ってくれ、あれ、打たない、あれ、どうなってんの、これ、死んだんじゃないの、ちょっと待って、本当に、まだ、いや、しかし、まだ体力700何ぐらいある、まだ全然、あ、でもこれ、戦い相手るんじゃないか、730なんと、600、あー、やっぱりでも削られてはいる、早く福豆寿司を打てば、そしたら、かなり一気に体力が逆転するぞ。あれ?やばい、残り500。これ何?無惨の前だと福豆寿司打たないとかそんなんないよね。確かそんなのなかったはず。無惨相手に確か前打ってたから。それは関係ないと思うんだけど、593分、来たー!さあ、これで!ここで、衝撃波がおそらく来る。無惨の衝撃波が来るが、しかし福豆寿司の攻撃は止まらない。さあ、止まらないぞ、体力が削ってく。422、しかし少なく体力208。いや、これ、あ、でも334、いい勝負来てる。お、2連続福豆寿司、思わずトライアングルさん拍手、トライアングルさん拍手。あー、84だが、こっちは一気に削ってる。これは果たしてどっちだ。107、62、福豆寿司が終わった。あー、マジかよ、何この神回やば、うわ、ちょっと待って、今年始まってすぐだけど、今年一番テンション興奮しました今年いや、でも違うな、蛇の王かな、今年一番。いやー、これだな、多分これやばくないですか。これは完全無惨の勝ちだなって思った矢先に2連続福豆寿司。でも2連続福豆寿司でもダメだったんだ、無惨様に勝つには。マコラがある程度もっとダメージ与えてたけどって感じだね。だから上後、やっぱり上後の時に
鬼の王が、倒れてれば、マコラ、最後鬼の王が頑張ったんだよね。残り体力、なんか、本当にちょっとのところで、マコラに変わったんですよ、確かあれ。体力5とか、1桁の時に。その時にマコラに変わって、で、その、マコラに多分半分ぐらい、600何だったのが300何ぐらいまで削ったんですよね。残り体力一桁で。鬼の王が。それがなければおそらく、残り体力300だったら、無残に100ぐらい与えてたんじゃないかな。ああ、ちょっと今回ちょっとこれ紙書いてつけさせてもらいますわ。ということで、今回は、鬼の王、強くなった鬼の王と無惨 VS 呪術廻戦のキャラクター全員だったんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、これはちょっと今これ鳥肌が、今ちょっとテンションがやばいですね。深夜の3時にこんなにテンション上がってるとは思いませんでした。3時間後に僕ちょっと警察犬訓練士の仕事あるんだけど、今夜寝れるかな。じゃあ皆さん、じゃあ皆さんお疲れ様でした。バイバイ。いやー、すーごい余韻だ。すげー。お疲れ、無惨。